なんでサッカー派毎日試合しないの？A 選手の登録人数100人とかにすればいけるよね。お前が選手に金払うの？払うわけないやん。同僚日数増えたら収入も増えるんじゃね、知らんけど。野球だってローテ組んでやってるんだから、サッカーもそうすればよくね。赤字のスタジアムばっかり増やしてもしゃあないやろ。守備の時派1回で投手と捕手以外派、ボールに触れないことがザラにあるスポーツ。しかも回が終わるごとに休憩があり、攻撃時派出塁しない限りほとんど動かない。こんな動かないスポーツ他にないだろ。チーム数増やすよりチームメンバー増やして試合数たくさんこなした方がいいのにな。それかご、6チームでスタジアム兼用やね。それだと芝生の養生が。1クラブ4チームくらい作れば可能だけど。スター戦で固定できないから結局公用的に無理なんやろなー。